日本テレビの尾崎リサアナウンサー2723日に大学時代の同級生と結婚していたことが分かった。この日は語呂合わせでいい夫妻の日として知られ、転写日と呼ばれる縁起のいい日の中でも特別視される吉日の対案。同局による相手の男性は 同い年の会社員で、穏やかで非常に真面目な方。職へのこだわりアニメ、九州出身といった共通点があるという。小崎アナは、このかねてよりお付き合いしていた方と結婚いた。大学時代に出会い、穏やかで真面目な人柄に惹かれ、今日に至りました。 相手も九州出身であるため、方言で喋っている時間が何よりも安らげるとき、今後は今まで以上に努力し、地に足をつけ、仕事に励んで参りますとコメント、挙式や披露宴は未定だが、今後も仕事は続けるという。 自身のインスタグラム25日放送で MC を務める同局系バゲット午前10時25分で直接報告することを明かした小崎理沙、小崎リ九1992年平四41福岡県生まれ自由が丘高校卒 西南学院大経済学部、15年に日本テレビ入社。バゲットのほか、聴聞クイズ。真実か嘘かも担当。154センチ。血液型